大分県では、濃霧中の運転補助システムの実証試験を行いました。自動車に取り付けたカメラの映像を、5G の超高速大容量通信を用いて伝送します。画像解析により、道路の白線や前方車両を検出して、リアルタイムにドライバーに道路情報を伝える実証試験を行いました。大分特有の霧の中の走行ですね。ああいうのも全く見えない状況で今運転手さんが運転しているのが現状で非常に危険かなと感じております。でその中で今回やった技術が近い将来現実になればなお一層こう大分県のその交通の発展に役立つ技術かなと思っておりますので。静岡県浜松市では。トラックの車両間で車両の制御信号を 5G を用いて伝送しトラックの隊列走行を実現する実証試験を行いました。 5G の特徴である超低遅延通信を生かし運転制御に必要なデータ通信のリアルタイム性を確保することで安全なモビリティ社会の実現が期待されます。